系ねぶた。ねぶたとも言われ、毎年7月下旬から8月上旬にかけて青森県内はねぶた一色に染まります。五所川原では立ちねぶた、弘前は扇形のねぶた。高さや形など地域ごとに特徴があり、伝統が受け継がれています。8月2日から6日間にわたり開かれる青森ねぶた祭りは、ねぶたの大きさも踊り手の数も破格の規模。東北を代表する祭りの一つで、延べ300万人が集まる夏の祭典です。ねぶたの特徴は何といってもこの迫力。細部まで作り込んだ装飾、邪悪なものを打ち砕くかのような力強さと勇ましさが観客の目を釘付けにします。400年を超える歴史があると言われるねぶた。東北各地で七夕に行われていた厄払いの灯籠流しが始まりとされます。江戸後期、町人文化が発達した時代、祭りに変化が。簡素な灯籠ではなく、華やぎのある出汁に。鯛を抱えた恵比寿様に、大きな凧や武者なども登場しました。戦後になると、自由に表現できる喜びを爆発させるかのように、ねぶたは迫力を増していったのです。制作されるねぶたはどれも力作。冬、雪に覆われる青森、夏、鮮やかな光と色が街を乱舞します。この日を心待ちにしていた人たち、一年のエネルギーを一気に爆発させます。災いなど寄せ付けないこの熱気、青森の熱い6日間です。